第31回ショーチャンネルは、政治10年といろんな神田行ったり銀座行ったり、今ここちょっとね、どこだか分かんないと思うんですけど、政治10年に行ってきました。いろんなところ回ったので、あれでも立ってるやつとかは撮ってないのか。撮ってないですね。撮ってないのか、はい、飲んでるやつもね、うん、じゃあただね、本当に今日街ブラをしてるのがたくさんあるので、そうですね、はい、皆さん、はい、私と一緒に散歩してる風になんか思っていただいたら嬉しいです。ありがとうございました。これがフーライボー。そう、え、なんか記憶あります？全然ない。ない、ないですか。え、誰と？一人で？本職屋さん。あ、でも詐欺してる時かな。違いますね。違うんだ。でもさ、甘いの好きなんだよね。うん、ね、飯食ってるね。あの、そう、ちゃんと営業してますよ。危ないよ。はい、実はここ、あれです、うん、根岸家が経営していた洋食屋さん。根岸家ってどこ？俺もわかんない。わかんない。で、あのね、中での撮影と、うん、あとあれです。こっちの方が、いいや。モヤモヤサワーズ来てるっていう方がすごい、あ、なんか喜び、うちの子見てるから。あ、そうですか。うん、いや、そういうことですよ。まあ一応、そういうことで。元気の日だって、そうなのね。はい。あ、食わないのね。そうです、そうです。美味しそう。ラーメン。何？ここにあったんですけど、うん、へー、ここも？え、でもここの時計屋の時に来てたの？2年前。そうっす。あ、時計屋じゃなくて、その前の跡地。ここカフェだったんですよ。うん。で、あの、黒崎が使うんですよ、うん、へー、このカフェをね。そう。へー、誰だったんだろう。いいですね。何これ？マンション？マンションですよ。ピーコックは入ってない。何？あれ？そっちのマンションでしょ？うん、あの、本田劇場が入ってます。ああ、本田劇場が入ってます。方向が違かった。ピーコックは全然向こうっすよ。もうタイ料理じゃん。あ、そうですよ。へぇ、あ、でもまあまあ、美味しいです。普通に。私でも今あれですよ。なんか、持ち帰りの専門で行ってるタイ料理のところがあって、うん、そこがすごい夏お世話になったな。新宿のあの駅の構内にある。へー、ちょっとあのなんだっけ、ルミチカ地下、新宿構内になんかできたじゃん、いっぱい食べ物屋さん、スイーツとか。 あそこの中にさ、カオさんっていうタイ料理あって、じゃあ行きますか。はい、はい。